2月のライジングカップは、BC 2戸建てだ。どんどんパフパフ、やっこっこ。というわけでルール説明よろしく。わかりました。まずはライジングカップです。いつものやつってことでいい？そうです。距離は小倉1800メートルです。小回り最高。いつも通りの出走条件です。2頭まで登録してくれよな。登録お待ちしております。そしてもう1本。こちらはライジングカップ、まったりエディションです。なんやそれ。こちらは東京2400メートルでの開催となります。こちらの方が参加者が少ないと思われるため、1人3頭の登録を可能とします。出走資格はどうするんだ？登録馬の勝率8割以下、自称のオンリゼ派です。試験運用なのでジョイマンのサイン会みたいになったらやめます。それは怖いな怖いな。自称初心者のくくりも難しいな。ランク50以下とか考えたけどそれ以上のレベルでまったりデイもいるからね。そもそも小規模の BC だし強い人はライジングカップの方に登録してくれるでしょう。まとめるとライジングカップは通常開催。まったりの方は登録馬の勝率8割以下、自称のオンリゼ派が参加できるのか。まったりカップ登録馬はライジングカップにも登録可能とします。盛り上がると良いわね。こればかりはやってみないとな。今回のライジングカップの方の登録数が落ちなければこっちも改革します。それは楽しみだな。というわけでライジングカップ、まったりカップのお知らせでした。チャンネル登録高評価もお願いいたします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。